海外にまずアーティストもトライにして、うんうん、その海外のアートワールドに触れるっていうのもすごく大きな意味、まあ、奈良さんの場合には自発的にデュッセルドルフにドイツに行って、うんうん、でかなり長い間ドイツでデュッセルドルフで制作されていて、で村上さんの場合にはニューヨークに1年ぐらいですかね、ロックフェラー財団のグラントで行って、村上さんの場合にはすごくニューヨークで苦しんだんですけれども、結果的にそれが今の村上さんのベースを作ってる。